はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。5時をちょっと回りましたね。電話が何分かかかってきたりして、全然私の本業と関係ない電話ですけどね。はい、行きましょう。これね、昨日沖縄復帰50年とか言って、まあ、朝から晩までそればっかりやってましたけど、尖閣諸島はね、沖縄県のですね、石垣市なんでしたっけね。そのあの辺もですね、まあ、一緒にアメリカエリアだったわけですね、沖縄復帰までは。で、尖閣諸島というのはその昔ですね、アメリカ軍のですね、射爆撃訓練場になっていたわけであって、復帰前まではですね、まあ実際にあそこでですね、あそこを対象に訓練をしていたそうでございますね。で今は何も使ってないでしょう。使ってないから、またやそれにして使わせてあげたらええんちゃうのと思うんですけどね。って米軍が言ってですね、あそこでですね、仮の目標を作ってですね、爆弾を落としたりですね、射撃をしたりする訓練をすると。無人島ですからね、別にそれでいいわけですよ。ちょっと不発弾が残ったりしますけどね、次に使う時には大変ですけども、今のところ使う予定がないわけでして、あそこは、ですね、日本国が地主さんになってますんで、国有地ですね。だから何に使おうといいわけであって、もう未来永劫、その民間人は済ませないとかね、そういうことにすればいいのかもわかりませんし、そうしたらなかなか面白いやんと。爆弾が間違うてですね、周辺でうようよしてる船に当たったりしたらどうしようみたいなですね、そういうことになるかもわかりませんね。戦前はね、カツオ節の工場があったらしいですね、尖閣諸島で。あれはですね、何年かな、1970年頃にですね、あれなんですよ、周辺にですね、天然ガス、海底のですね、天然ガスの油晶みたいなが眠ってる、埋蔵されてるというふうにですね、何かの調査で出てきたんですよ。外国の調査やったと思うんですけど、その途端にですね、中国と台湾があれが俺のもんやって言い出したわけですね。まあまあ、ね、そういうお国でございますから、まあそういうことを言うわけですね。今私が見ているのはですね、ヤフーニュースに、47ニュースって、これ多分ね、共同通信の関係のサイトだと思います。これ21年、去年の6月26日の、記事ですね。尖閣諸島に43年使われていない米軍の射爆撃場、なぜ、クエスチョン、機密解除文書から浮かび上がる日米関係の曖昧な実相という、ちょっと読んでみましょうか。これ貼りませんからね貼りませんので、すぐ出てくると思いますよ。尖閣諸島に43年使われていない米軍の射爆撃場というので検索してもらえば、日中間で緊張が高まる最前線の沖縄県尖閣諸島、そこに43年間も使われていない米軍の射爆撃場があることを知っているだろうか。機密解除された米公文書を分析したところ、米政府が1978年に米軍の尖閣射爆撃場の使用停止を指示していた事実が浮上した。もう1978年やったら日本に帰ってきてますけどね。なぜか以降の米軍による使用実績はなく、現在もこの指示は実質的に有効と見られる。強固な同盟を唱えながら日本の尖閣領有権を認めない米国は、尖閣有事の際、果たして日本を守るのか、使用停止指示の経緯を紐解くと曖昧な実相が見えてきた。日本の尖閣領有権を認めない米国ってありますけども、認めてないんですかね。というか、そういう領土紛争には関わらないという方針をしてますね、米軍は。ただ尖閣諸島はですね、日米安全保障条約の適用範囲内であると再々表明しています。ですので、まあ、日本の領土でしょ日本の領土が侵された場合に日米安全保障条約を発行する、実行するということですから、まあね、なんかこれちょっと変な書き方ですね、共同通信の。以下ですね、ちょっと長い記事ですんで、これむちゃくちゃ長い記事ですね。なんか
4ページ目までありますね。なんでこんな長い記事書いてるの。最後だけ読みましょうね。決して使われることのない球場島っていうんですかね、球場久場島かな、大正島っていうんですかね、射爆撃場の背景には尖閣をめぐる日本の微妙な立場が影を落としているのは間違いない。日本政府関係者は尖閣への米軍関与の証し存在していることに意味があるとしており、現状維持が最善との見方を示した。そう、その昔モンデールが変なこと言ってますね、前は。はい、ということでですね、まあ戦前戦後を通して、尖閣諸島はですね、一度もですね中国領であったことはないんですよ。ないんですよ。まあ、いろんなことを捏造してるわけですよ。お隣さんが竹島がどうのこうのっていう時もいろんなことを捏造してますけども、まあ、結局あれと似たようなもんです。まあ、尖閣の方が法的根拠は薄いかも分かりませんね。中国が主張するですね。まあお隣さんもね、竹島でうにゃにゃうにゃ言ってますけど、大体根拠が薄いということは彼らもよう分かってるようでございます。ただ法的にどうのこうのっていうのはですね、あの2つの連中、2つの民族はあんまりこう気にしないんですね。日本は非常に気にしますけど、法的根拠は曖昧とか気にしない。彼らはですね、法的根拠よりもその時勢いのある人間が強い人間を取るんやぐらいの、そういう感覚であって、それで何が悪いねみたいな、そういう感覚で来られてますんでですね、非常にこうそこが困ったところですね。中国は南沙諸島の一つをですね、フィリピンが前の大統領ですか、秋野さん息子大統領の時にですね、国際司法裁判所に訴えられてですね、見事にその敗訴をしてますけど、あんなもんは紙くずやって言ってますからね。すごい国でしょう、国際司法裁判所の判決を紙くずやって言ってる。ほんでまたそう言ってる中国をですね、その容認しているドゥテルテっていう今の大統領もいますからね。もうそんなんだからね、判決なんか関係ない、つまり法的根拠とかって関係ないやんという、ご都合でよってですね、すぐにそういうことを言い出すのが中国という国でございます。尖閣のですね、法的なですね、領有権がどっちになるかとかっていうのは彼らはあんまり気にしないで、それも取ったもん勝ちやみたいなですね、そういう彼で来ますね。竹島もまさにそれで来ましたからね。よく似てるんですよ、そういうところなんか。で、日本はね、やっぱりね、法的根拠でいきますからね。北方領土がなんで日本のもんなんかっていうのを一生懸命法的根拠を説明しますけど、そんなんロシア人に関係ないやんっていうことですね。ロシア人だって国連憲章をだって堂々と破ってですね、ああいうことをしてるわけですからね。だからね、日本の隣国たちってね、もうすごいとこばっかりでしょ。ほんまに。まあそういった連中をね、相手にしてるわけだって、もうちょっとですね、こうどう言いますかね、国を守るというね、高い意識があったらいいと思うんですけど、国を守るのが憲法9条やと思ってる人がいますからね。ウクライナにね、9条みたいな項目があったらね、ロシアは行かなかったですかね。そんなわけないやろって。そんなことよりもね、1998年かなんかにですね、N を放棄してるんですね、ウクライナは。その N を放棄しなければですね、今回のことはなかったと思います。モスクワに一発撃ち込むぞというのがですね、あればですね、ロシアは行かなかったと思うんですよ。でもそれを放棄してしまって、その代わりに周りの国が平和を保障してくれって言うたんですね、ウクライナは。それでああなってしまったわけですよ。なんでやっぱしね、やっぱ力対力になりますからね、最後はね。そういう時に法的にどうのこうのとか言うだったら、まあ、関係ないやんということですね。まあ尖閣にですね来るとは思いませんから、尖閣に来る前に多分台湾に行きたいんでしょうね、連中はね。ただ日本がね弱ったら分かりませんよ。そのこれから先ですね、国力がずんと衰えてですね、そういうこう あんな遠いとこ守るの嫌やとかいうような国になってしまったらですね、もう確実に来ますね。まあそれをですね、まあ今はこうやってこう守りきるしかないなというのが実際のところでございます。ですんで、まあ、また米軍にね、射撃場にしてもらったら
としてもらえば、明快にですね、日本のもんだということをですね、アメリカ軍が立証しているようなものでございます。そうなればですね、より安全性を高まるなというお話でございました。特に張りません。はい、皆さんどうもありがとうございます。